ハーデクヌーズはデンマーク及びイングランドの王。クヌート大王とノルマンディー公の娘、エマの間のただ一人の息子である。英語表記ではハーザクヌートとなる。クヌーズ三世の名で1035年にデンマークを父から継いだがイングランドでの地位を確保するためにそこへ渡るのをノルウェー王マグヌス一世が妨げたために争いとなった。結果、 イングランドの支配の代わりにハーデクヌーズの被着室の腹違いの兄、ハロルドを摂政とすることに合意した。ハロルドは1037年、自らイングランドの王となった。ハーデクヌーズはデンマークに長く居すぎたために見捨てられたのだった。ハーデクヌーズがスカンディナビアでこのような窮地に陥った後、後マグヌスと1038年、または1039年に、 どちらか多い継承者でない方が死に、そうでない方を後継者とする合意をして、ハーデクヌーズはハロルドを退位させるべく、イングランド侵攻の準備をして、1039年に追放された母のいるフランドルのブルッヘへ到着した。しかし1040年3月、侵攻が開始される前にハロルドは死んでしまった。アングロイコールサクソン年代記によれば、ハーデクヌーズは、 下死の前の7日間に62隻の艦隊と共にサンドウィッチに上陸した。ハロルドが生きている間に復讐を果たせなかったため、ハーデクヌーズはハロルドの死体を引きずって沼へ投げ入れた。ハーデクヌーズは厳しく、非常に不評な支配者であり、海軍への給料のために激しい増税を行い、そのため2041年にはウスターで反乱が起きた。 この反乱を鎮ち圧するのにウスターはほぼ壊滅した。税金を下げるよう地元の伯爵を説得するために、コベントリーの通りを馬に乗って走ったレディゴディバは、ハーデクヌーズの知性の話であると言われる。ハーデクヌーズは、後にンゲ王と呼ばれる、イフケーエドワードをノルマンディへの追放から連れ戻し、副支配者そして後継ぎにした。ハーデクヌーズは、生涯独身で、子供はなかった。 1042年6月にランベスで死去した。彼は酒を飲みながら立ち、突然激しく痙攣して地面に倒れた。そして近くの者は彼の手を握り、彼はその後何も話すことなく死んだ。遺体はウィンチェスター大聖堂に埋葬された。エドワードが王位を継いだことにより、サクソン王家の血筋による王位が戻った。ありがとうございます。